第二世代バンキッシュ V12 バンキッシュバンキッシュは、イギリスの自動車メーカー、アストン・マーティンが製造した、クーペタイプの高級スポーツカー。初代となる、V12 バンキッシュは2001年に発売開始。担当デザイナーは、イアン・カラム。2004年に発売された、改良版、V12 バンキッシュ S は、登場時アストン・マーティン史上最速の車種であった。日本での価格は、 V12 バンキッシュが2260万円。V12 バンキッシュ S が2614万円であり、通常は2シーターだがオプションで鉱石を装着して2プラス2にすることもできた。1954年に創業を始めたニューポートパグネル工場で生産された最後の車種である。初代バンキッシュは2007年夏をめどに生産を終了した。後継車種は DBS V12。 2012年には再び DBSV12 の後継モデルとして第2世代バンキッシュを発売。担当デザイナーはマレクライクマン。2014年9月より日本での販売開始。また2013年にバンキッシュボランテが2016年にバンキッシュ S が発表された。2代目バンキッシュは2018年に生産を終了。翌2019年9月に 初代デザイナーアイアンカラムがリファインした特別使用バンキッシュ25倍キャロムを発表し25代限定の受注製造を開始したベースモデルから350箇所以上の改良が加えられている V12 ンキッシュ S バンキッシュ S バンキッシュ25倍キャロム現代アストンのアイデンティティの VH プラットフォームの基礎となるカーボンファイバーとアルミの混成ボディフレームを持ち 外装パネルはすべて職人による叩き出しのアルミパネルによって構成される。しかし新世代の DB9 や V8 バンテージと比べるとメーター類などに若干の古さを感じさせる。エクステリアは DB7 と同じアンカラムによるもの。V 型12気筒エンジンはフォードのデュラテック V6 がベースでヨーロッパフォードの本社があるケルンのアストン専用工場で製造された。 V12 ンキッシュは5.9リットル V 型12、気筒 DOHC460A 馬力、535ナノメートルの AM3、V12 ンキッシュ S は 520A 馬力、577ナノメートルの AM06 である。トランスミッションは6速セミ AT であり、パドルシフトを装備する。進化する、ブリティッシュスポーツ、アストン・マーティン最新モデルを、スコットランドで試す。 GQ Japan 2017年8月10日閲覧。アストン・マーチン・バンキッシュボランチツーバー・ワット・ペブル・ビーチ。オートブログ2017年8月10日閲覧。アストン・マーティン、究極のスポーツ GT をさらに進化させたバンクウィッシュ S を発表。アストン・マーティン。2017年8月10日閲覧。イアン・カラムが手掛けた、アストン・マーティン・バンキッシュ25倍キャロム。 2020年9月から製造をした後、ジョン・ロックウェブ2021年6月19日閲覧。ありがとうございます。